こんにちは、バニーズカフェのサナです。本日はじゃじゃん、こんな感じでザ・アメリカっていう感じのお菓子を紹介していきたいと思います。たくさんあるので早速始めます。まずね、これちょっと面白いなと思ったんですけど、ペンキを塗る時の道具とペンキのようなキャンディーなんです。今まで見たことがなくて面白いなと思って買ってみました。まず一つ目はこれでしょ。こちら、これはね、このキャップを開けるとシュッシュッシュッってストロベリー味のキャンディースプレーになります。一個一個全部ちょっと開けていかないんですけど、こんな感じでクイックレビューをしていきたいと思います。これはこのガミースティック、グミのスティックが入っていて、でこのサワージェル、ちょっと酸っぱいジェルにディップして食べるみたいです。ね、面白い。はい、そしてこのダイナマイトのようなキャンディー、これは何なんだろう。サワーチェリー、なんか酸っぱいチェリー味、ポッピングキャンディーエクスプロージョンズ、なんか爆発するよって書いてあります。これは開けてみないと分かんないですね。粉、あ、もしかしたら粉だからお水入れるとなんかこう泡になって出てくる感じなのかな。 Mad Science Mini Chews、 こうガムっぽいのかな。うん、はい、なんかパッケージとかもすごく可愛いです。はい、そしてこちら、中になんかシャカシャカしたね、タンギーナゲット、なんかちっちゃいチェリーとコーラの味のラムネみたいな感じかな。はい、こちら、これはね、これもラズベリーアーティフィシャルフレーバーでスプレーキャンディー、これもスプレーキャンディーだね。スプレーキャンディーってあまり日本ではないかも、食べた記憶がないな。はい、そしてこちらがサワースライム、スライムっぽいんだけど食べれるキャンディーなんだよね。はい、こんな感じ。はい、こちら、こちらはほらリクイドなので、これもキャンディースプレーだね。まあ面白い。シュッ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 、お口の中に直接シュッ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 って入れて食べる感じですね。そしてこれ、これは何、スクイーズキャンディー、ソフトキャンディーみたいなのがチューブから出てくるんだと思います。はい、うわー、このパッケージすごいね。20パッチュース、なんか20個ちっちゃな袋が入ってるみたいです。ポッピングキャンディー、お口の中に入れるとパチ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 ってなるキャンディーね。ストロベリーとグリーンアップル、そしてこちら、私これ大好きです、ナーズロープ、ベリーベリーとトロピカルとレインボー味。私個人的にはこのベリーベリーがおすすめでした。とても美味しかったです。そしてこちらまたナーズですね。ナーズロープのこの外側についているキャンディーだけのものと、こっちはソフトキャンディーで外側がカリカリした感じのキャンディーになります。ナーズはなんかこのキャラクターとかすごいカラフルで可愛いと思います。はい、そしてこちら、これはね紙とペンなんだけど実は食べられるんです。書いた後にこのまま紙ごと食べられるっていうね、ちょっと面白いキャンディーを見つけました。はい、でこちらがトローリーのグミになります。なんかちょっとくねくねした、あと虫っぽい感じなんだけどカラフルで、これもすごく面白いです。はい、そしてこれキャンディーメガバトンズ、すごいね、思ったよりねすごくねパッケージが大きいんです。で硬いの、多分この紙からこのキャンディーを取って食べる感じね、面白いよね。はい、そしてこちら TikTok とか YouTube ですごく今人気だよね、このプラネットガミ、地球グミ、マグマのソース、食べてみたけどとっても美味しかったです。はい、またまたこちらニケオンニップ、これもあれだよね、ワックスキャンディーね、中にあのジュースみたいなのが入っていて飲めるんだけど、これもすごくソーシャルメディアで最近よく見ます。はい、そしてこちら、このグミのセットどうですか。まずはね、こちらメキシカンディナーだね、すごいでしょ、全部グミでできてるの。
これがベーカリーショップバッグ、なんかカップケーキとかチーズケーキとかすごくかわいい。ランチバッグ、サワー味、ハンバーガーとかポテトとかね、美味しそうだね。はい、こちらがランチバッグノーマルの方ですね。こっちはピッツァが入っててホットドッグもある、うん、スタンダードで一番人気がありそう。そして最後に、はい、ムービーバッグ、映画館でムービーを見る時のによく食べるセットかな。ポップコーン、ピッツァにホットドッグにね、こんな感じでそれぞれテーマに合わせて内容のグミが変わっています。はい、いかがですか。開けてしまうと全部食べきれないので今回は開封しなかったんですけど、なんか容器とかこういうラベル、パッケージとかもすごく斬新で日本とは全然違う感じが新鮮かなと思いました。最後にこちら、ナーズロープ大好きなのでこれを開けてお見せしたいと思います。こんな感じ、すごいでしょ、ナーズロープです。このね、ベリーベリーが一番美味しくて、うん、うん、こんな感じ、とっても美味しい。なんかちょっと元気がなくなった時とかに少しずつこうやって食べて、あー美味しいなと思って元気を出して毎日頑張ってます。最近会社員としての仕事がすっごく忙しくて、ストレスが溜まることもあるし、なかなかやりたいこととかやらないといけないことが前に進まなくって、なんかこう気を落としたりとかすることがあるんですけど、まあその期間も前進するための大切な時間だと思って頑張ろうと思います。まあいろいろ大変なことがたくさんありますけれども、こちらこういう辛い時は甘いものを食べて前に進んでいこうと思います。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。